はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックでございます。今日はですね、2021年の1月1日金曜日ですね。はい、今日はですね、2021年の初日ということで東京ディズニーシーにやってきました。ということで今日はですね、皆様にその東京ディズニーシーの正月の装飾をですね、ご紹介させていただきたいと思います。まあ、今年はね、やっぱそこまで装飾はないんですよね。横のですね、門松ぐらいしかないです。まあ、これでもね、十分正月の雰囲気味わえるからいいですよね。では早速見てみましょうか。この2021の丸のところが牛になってて可愛いですね。クララ・カウベルがいます。ミニーちゃんとクララ・カウベル、なんか後ろがね、貝殻みたいになっててディズニーシーっぽくていいですね。そして下のこの花がまた綺麗。右側はミッキーとチーデーです。これもいいですね。こういうところのショーウィンドウとかも特に正月っぽいのはないですね。本当入り口のですね、門松のみになってます。はい、ということで、今日はですね、これで終わりにしたいと思います。東京ディズニーシーの正月の装飾でございました。ぜひともですね、人気なのでやっぱね、もう結構レアなんですよ。1月15日までですからね。もう本当少ない装飾なのでね、ぜひ皆さんも来てみたら動画そして写真撮ってみてください。はい、それでは終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。今年もよろしくお願いいたします。